終盤の方になってくると昨年の身長の密約半分が期待値になりますので、5歳以上で受けている理由というのを採血ができるかできないか。骨盤の評価は最初身長を予測するのにはあまり向いてないので、身長ビヨン医師学科学生整形外科専門医身長先生こと田辺です。今日もですよ、全身全霊でね身長に関することを配信していきたいと思います。身長伸ばした人はチャンネル登録よろしくお願いします。さてね、本日お話しさせていただくのが1ヶ月前間空いちゃいましたね。身長先生に聞け44番目ということで、ちょっと間が空いて申し訳ございません。最近ショートの方ね力入れてるんですけど、ショート意外とね伸びないってところで、ロングの方がもしかしたら向いてるのかなとかと思いながらやってます。まあもう少しねショートの方もやっていきたいと思います。それではですね、早速質問に答えていきたいと思います。わわわさん質問です。以前マイナス 2SD でスタートしてプラス 2SD になりにくいとのことでしたが、その反対はどうですか。プラス 2SD がマイナス 2SD まで落ちるとか、自分は生まれてからずっとプラス 1.3SD からプラス 1.5SD 生きているのですが、遺伝身長が平均の平均まで落ちてしまうのでしょうか。これなかなかいい質問ですね。ですごく的を得てます。一つずつ答えると、マイナス 2SD からプラス 2SD になることはほとんどないですね。その一方でプラス 2SD からマイナス 2SD に行くっていうのはまあまああるって表現です。簡単に言うと思春期早発症、病的に思春期が早い子だとそういうことが十分起きます。この方はですね、プラス 1.3 からプラス 1.5 で遺伝身長よりもやや高い値で推移してるってことですね。そういった方が遺伝身長に執着していくかっていう表現であれば、持っていかれるパターンはしばし散見されますのであり得ます。ただし 1.3 から 1.5SD のまま最終的に身長が伸びる方も多いです。次、猫又サバ子さん。スーパーで成分表を見るとアーモンドよりカシューナッツの亜鉛が多いと。カシューナッツの方が効果が期待のでしょうか。アーモンドが 100g あたり 3.7、 カシューナッツ 100g あたり 5.4mg と。まずはそもそもね、その亜鉛が身長いいのかっていうところを議論する必要があると思うんだけど、それがね大前提としていいでしょうっていうところですね。でその中で効率よく亜鉛を摂取したいという表現であれば、カシューナッツの方が優秀だという表現になります。ただカシューナッツね 100g 食べるよりもアーモンド 200g 食べる方が楽な人にとってはそっちの結局は亜鉛の摂取量が多くなりますので、そういった側面もあるでしょうっていうところだと思います。はい、次、2児のママ、5歳10ヶ月男子、3歳0ヶ月か成長シートで真っ下に降りていると。父174、母162、子は107センチ、マイナス 1SD。 幼児期では将来を予測する判断材料が足りないのか、ある程度予測可能かどちらでしょうか。補足です。父は超盤熟でしたと。私の方であれば5歳の時点で最終身長を予測できるというふうに伝えはしています。その精度は当たり前なんですけども、年を取れば取るほど精度上がっていくわけですね。予測は正直言うと0歳の時から予測はできます。一応ねクリニックの方だと5歳以上を受けてます。5歳以上で受けてる理由というのを、採血ができるかできないか。5歳の子でも正直言うとね半分ぐらいの子しか採血できないんだけど、4歳の子とか3歳の子だと採血が全然できないことが多いので、私の方で15歳になったら受診は可能というふうに説明しています。はい、次、のりおさん。9歳5ヶ月143センチで思春期に入ったと思われる早熟男子です。1年間で10センチ以上伸びて、今現在10歳9ヶ月158センチ、あとどれくらい伸びるのでしょうか。確かにこれ相当ですね、思春期が早いというふうな表現になりますので、このデータだけで見てみると160センチの前半になるような可能性もあるかなと思うけど、これ、ね、確実に検査したりだとか成長シートをはめたりレントゲン取ったりしないとコメントが難しいので、ぜひ一度受診していただくといいと思います。じゃ次、ミスターミニミニサイズさんね、質問です。自分は半熟タイプだと思うのですが、中3で飲み始めました。身長は平均して183センチほどです。今は18歳0ヶ月で、昨年から4センチほど伸びました。まだ身長は伸びますが、予測はどのくらいですか。自分は朝 184.2、 夜は 182.1 になりますが、この差は大きいですが、自分は若干側弯症みたいです。何か関係ありますか。小指の半月はまだあります。男子です。長文失礼しましたとですね。まだ伸びますかって質問を受ければ、昨年が4センチ伸びたのであれば、よくお伝えしている通りですね、終盤の方になってくると昨年の身長伸びた約半分が期待値になります。翌年が2センチ、その翌年が1センチ、翌年が 0.5 センチというふうに考えると 3.5 センチぐらいの期待値かな。186ぐらいはなりうる可能性があるでしょうという表現だと思います。朝と夕方の身長差で2センチ程度ってことで、この差大きいですか。まあ少なくはないかもしれないですね。ただよく見るような数字の範疇だと思います。側腕の方の方がおそらく朝と夕方の身長差というのは大きいと思います。爪の半月腕は私はあんまり関係ないと思ってます。はい、次、バスケットボールチャンネルさん。睡眠で一応8時間ぐらい取ってるんですけど、2度寝や3度寝してしまうんですけど、それはあまり関係ないですか。身長伸ばすのに2度寝3度寝してしまうのが意図的に行われてるわけじゃなくて、必然的に起きてるわけですね。というのは睡眠の深さが浅い、睡眠の質があまり良くない、そういったような意味になりますので、一度ぐっすり寝れるような睡眠環境を整えるのが望ましいでしょうという説明になると思います。次、流星さん。思春期症状は陰毛12歳6ヶ月、これが12歳8ヶ月だったんですが、13歳から15歳まで成長シートで左に行っていたら盤熟の可能性が高いですか。通常は12歳6ヶ月で陰毛が生えているような時期に右にシフトするはずですので、それを超えた後にピークを打ってこういうカーブを、ね、形成しているのであれば、むしろ早熟っていうのは表現になってくるかなと思うんだけど、これもちょっと実際に見てみないと分かんないかなと思うね。次、タカさんライズなんですね。質問です。どうして朝身長には個人差があるんですか。どういう意味でしょうかね。それは朝と夕方の身長差が人によって違うって意味なのかな。確
確かに朝と夕方で身長下がるってことはほぼ確定的なんだけれども、ただそれがどうしてっていう理由かって言われるとなかなか説明するのは難しいですね。側腕とかは関係あったりだとか、椎間板が少しクッションが縮んでしまうとか、そういったところはね、可能性として考えれば、そこら辺の質感が違うから個人差が生まれるとか、そういった説明になりますでしょうかね。ただかなりね、個人差があるのは事実ですね。次、アラン・アラシさんね、中1男子です。股関節のレントゲンの骨端性があと5センチは伸びれば、それ以上は伸びないと整形外科の先生に言われました。医者が断言するということは本当にそれしか伸びないんでしょうか。現在170センチ、父親182、母親165。これはね、多分ね、嘘だと思う。身長を専門としている先生で世の中もうめちゃくちゃ少ない。めちゃくちゃ少ないからみんな僕の YouTube 見てるよね。この先生は股関節っていうことは骨盤で見るんだけど、骨盤の評価は最終身長を予測するのにはあまり向いてないので、あんま気にしなくていいですね。超専門の先生に見てもらわないとね、身長ってね、最終予測できませんよ。次、カルロス・ロベルトさん。中学校3年生で筋トレしていいですかと。筋トレ自重の範囲だとやっていただくんだっていいんじゃないでしょうかね。次、メロンさん。身長が伸びない年ってありますか。あんまりないと思うけどね。ただ、数ヶ月スパンで見てみると、全然伸びない月ってあるんですよね。私もこういうふうに治療してると、先月すごく伸びてね、今月全然伸びないとか、そういったことはよく見ます。それに関しては、おそらく代謝の問題だと思うんですけど、骨の代謝ですね。肌でもターンオーバーってあるじゃないですか、ね。ターンオーバーのタイミングによって、伸びる月と伸びない月っていうのがあるんだなと。ただ、それが年間単位で起きる方はそれはないと思いますね。次、小峠英二さん。二次成長期だと1年間伸びる10センチ前後が多いですけど、受診された方は年間15センチ以上伸びた方って言いましたが、それはたくさんいらっしゃると思うんですよ。次、NAIAADGJM さん。質問です。手足の大きさ、身長比例しますかってことね。比例って表現にならないですよね。ただし、手足が大きいということは、もしかしたら身長が高くなる可能性があることを示唆するかもしれない。このような表現になってくると思います。カルボさん。1年晩熟だと高校生で何センチぐらい伸びますかってことですね。16歳から一般的に見てみると2センチ程度伸びますので、2センチ以上は半熟だとね、伸びるでしょうみたいな表現だと思いますよ。次、テイクの暇時間さん。ハンドクラップダンスは身長伸びますかって。運動するとね、成長ホルモン分泌が流されますので、ハンドクラップダンスでも成長ホルモン分泌がね、期待できると思います。これぐらいにしようかな。ということで、緊張せずに危険のシリーズで質問に答えていきました。今後も、ね、身長に関することね、全身全霊でね、配信していきたいと思います。身長に関する疑問ありましたら、ぜひコメント欄に記載してください。ピックアップしながら答えていきたいと思います。それではまた、身長見よう。バイバイ。